国防部参謀本部は台湾における国防部の軍令幕僚及び3軍統合作戦指揮機構であり、軍備要求、装備品等の配分、戦備整備の監督、部隊訓練、戦闘序列や作戦計画の策定及びその他軍事関連の指揮事項を統括する組織。日本における防衛省統合幕僚幹部に相当。 その組織は一級上将の参謀総長1名、二級上将の副参謀総長兼執行官1名、二級上将の副参謀総長2名、一等主幹長が当てられ、全軍の下司官兵を統率する首任総主幹長1名、その他少将による5名から7名の次長、2名の主任、8名から16名の女理次長執行官などが設置され、 参謀本部全体で1000名程度が勤務している。ただし、一級上昇は2013年以降は戦時に限定した階級都市、参謀総長は副参謀総長執行官、同様二級上昇に副参謀総長は中上に降格される。中国5番一級上昇のページも参照のこと。参謀本部参謀総長は九百七十年から二千一年にかけて、 中華民国軍の実質的な指揮者としての立場を有していた。2001年の国防部参謀本部組織条例修正による定義。A、AB 人健康。兵部聴収持ちさんはかりごと総長認職二つり。吉明へ進む説任。軍議記者。オリジナルの2017年4月28日時点におけるアーカイブ。 h t t p s a r c h i v e i s 2 0 1 7 0 4 2 8 0 8 5 8 2 4 h t t p m n a g p w b g o v t a y l ラッシ /.post.php id="q&="message="83,1822017 年4月29日」閲覧。殉職により空軍上級代償に 水保2020年、日北市ヘリコプター墜落事故により殉職2020年、日北市ヘリコプター墜落事故による、鎮山房総長の殉職による、職務代行。ありがとうございます。